んにちは、福友です。今日はですね、先日の Adobe Max で発表された iPad 版イラストレーターの新機能を使いまして、お絵かきを楽しんでいっちゃおうと思います。そんなわけで、新機能をチェックしたいという方、そして iPad 版イラストレーターでお絵かきを楽しんでみたいという方、ぜひ最後までチェックしてみてください。では行ってみよう。はい、というわけで早速 iPad 版イラストレーターを立ち上げます。で、今回はですね、1920×1080 ピクセルのサイズで新規ファイルを作成します。サイズについては特に指定がないので、皆さん好きなサイズで作成してみてください。で、このままこのアートボードのところにね、書いていってもいいんですけど、今日はね、せっかくなので、ちょっとイラストレーターの新機能を試してみちゃいます。ということで、一旦 iPad をどかしまして、この番組では珍しく紙を登場させました。でね、すんごい久しぶりにアナログでのお絵かきをしたんですけど、紙にボールペンでちょっとお絵かきをしています。いや、たまにはこうやって紙に書くのもなんだか新鮮で楽しいですね。で、改めてイラストレーターに戻りまして、配置からカメラを起動します。で、こんな感じでね、写真をパシャッと撮ります。写真が撮れたらバッテンでカメラを閉じまして、そうするとこんな感じで先ほど紙に描いた絵を写真に撮ることができたんですが、こちらをオブジェクトの中のベクター化します。で、そこからさらにもう一回オブジェクトベクター化を実行しますと、はい、これすごくないですか？ちゃんとね、先ほどボールペンで描いた線がくっきりと処理されてベクター化されています。なのでね、これ後から修正することもできて、例えばね、ここの紙のところで飛び出ちゃってる不要な箇所あるんですけど、この不要なアンカーポイントをタップして選択して、こんな感じでね、ゴミ箱マークを押すと、はい、綺麗に削除することができました。で、もちろんこのアンカーポイントの修正だけではなくて、この線自体の色を変えることもできるので、こんな感じでね、選択した状態で色を変更すると、はい、どうでしょう、ご覧の通りね、自由自在に後から色を変更することもできちゃいます。そしたら今度は鉛筆ツールを使ってちょっとね、模様を描いていこうと思います。こんな感じで半円みたいなのを書いて、塗りではなく線を選択しますね。そしたらちょっとね、飛び出ちゃってる不要なポイントがあったので、またアンカーポイントを選択して削除しました。半円みたいなのができたんですけど、この2つを選択して、プロパティの中の線の幅、変えられる箇所があるので、線の幅を8ピクセルに修正しました。そして1本の線の色をもうちょっとね、淡い色に変更してみます。これ、ここから面白いですよ。2つの線をこんな感じで左下タップしながら選んで、リピートの中のブレンドをタップすると、はい、なんかすごいことになりました。こんな感じで2つの線の間を埋めてくれるので、簡単に模様とかを作ることができます。このブレンドの機能、何なのかと言いますと、ちょっと説明のために丸を書いてみますね。2つの違う色かつ違う大きさの円を準備しました。そしたらこの2つを選択して、リピートの中のブレンドをタップします。そうするとこんな感じで、色のグラデーションと大きさの変化がついたこの間をね、埋めてくれます。このブレンドのツール、なかなか面白いので、ぜひ皆さん試してみてください。今回はこのブレンドの機能を使って、白雪姫の肩にある服の柄を描いています。先ほど同様で2つの線を描きます。そしたらさっき作った柄と同じようにしたいので、スポイトツールで色を抽出します。抽出、言いづらいですね。そしたらまた2つを選んで、リピートの中のブレンドを選びます。今回はね、細い状態のままやったので、よりこう細かなブレンド柄になってますね。
で、ここで調整してもいいんですけど、プロパティのところから調整するとよりやりやすいです。一旦線の幅をさっきと同じぐらいの幅になるように調整しまして、そしたらこのブレンドの本数についてもプロパティの中で調整した方が操作しやすいので、こっちの方で操作してみまして、本数を調整します。はい、いい感じに仕上がりました。そしたら鉛筆ツールで今度はお花を描いていきます。ちょっと花びらっぽいものを描きまして、そしたらこれを選択して、線ではなく塗りに変更します。で、リピートの中のラジアルを選択します。そうするとね、こんな感じでお花模様が完成しました。そしたらまあこのままでも可愛いんですけど、ちょっとね、独特しいお花を描いてみたいと思うので、シェープ変形ツールを選択しまして、花びらの一部をちょっとね、形を変えてみます。こんな感じで、ぐにゃーんとアンカーポイントを選択して形を変えることができます。で、一つの花びらの形を変形すると、他の花びらもね、一緒になって形を変えてくれるので、面白い模様を簡単に作ることができます。はい、複雑な形のお花が完成しました。そしたら選択ツールを選びまして、大きさを変えて好きなところに配置していきます。今回はね、このリンゴの独特しさを表現したかったので、どんどんこのお花を複製して、リンゴの周りにこの怪しげなお花を散りばめていきます。プラスボタンをタップするとこんな感じで簡単に複製できますよ。で、2つのお花の色はスポイトツールで変えておきます。できました。そしたらレイヤーを選択して新しくレイヤーを追加します。で、一番下にレイヤーを持ってきまして、今度はね、鉛筆ツールを使って色を塗っていきます。こんな感じで塗りたい箇所を囲っていきます。あえて塗り残しの箇所を作ると切り絵っぽくなるかなと思って、そんな感じで塗っています。そしたら最後にアートブラシを使いましょう。新しくレイヤーを追加しまして、ペンツールでカーブを描いていきます。はい、できました。そしたら位置を調整して、線に変更します。こんな感じでいいかな。そしたら、プロパティを開いて、基本となっているところをタップします。そうするとね、こんな感じでアートブラシが用意されているので、ベーシックバナーを選択しました。今だとこれ細くて見づらいんですけど、これ選択した状態で線の太さを変えますと、じゃーん、こんな感じでね、可愛い帯が完成しました。先ほどの線に沿った形になっていますので、こんな感じで後から形を変更することもできます。形も大きさも自由自在に変えられるので楽しいですよ。はい、いい感じに設置できました。そしたら、最後に仕上げにね、帯に文字を書いていきます。ブラシの中のアートブラシを選択して、そうだな、万年筆を選びましょうか。なんとなく白雪姫ってこう万年筆とかそういうイメージがあるので、今回はそのペンを選んでみました。で、文字を書いていきます。
スノーホワイトかけました。ちょっと怪しげな雰囲気のね、毒リンゴを持った白雪姫ちゃんの絵が完成しました。こんな感じで iPad 版イラストレーターの新しい機能を使えば楽しくお絵かきができますので、ぜひ皆さんもチャレンジしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。来週もまたお絵かき楽しみましょうね。バイバーイ。